挨拶。Hello world! Welcome to my YouTube channel! I'm Ken from Angle Try! 決まりました。どうも、Ken です。ここから Ken、YouTube 始めまーす。イェーイ！ってことでですね、ほとんどの視聴者さんが初めましてだと思うんで、自己紹介をさせてください。名前が Ken って言います。なんでチャンネル名に From Angle Try って書いてるかっていうと、僕もともとですね、この前まで Angle Try っていうグループ系 YouTuber として、友人3人と合計4人でやってたんですけれども、まぁ、ちょっと悲しいことに解散となってしまって、こういう形になりました。その時の名前がソジュンっていう名前だったんですけれども、まぁ、それは顔が韓国人に似てるからだっていう。で、その解散した理由っていうのも、僕がちょっと海外に挑戦したいっていうのがあって、本当にアングルトライを応援してくれた皆さんとかアングルトライのみんなにはちょっと申し訳なかったんですけれども、そういうことで承諾してもらって海外に行きます。で、海外行くっつってもそのヨーロッパの方に行こうと思ってるんですよ。ヨーロッパに行く韓国人の名前の日本人っていうのは訳が分かりませんので、今日から名前をケンで行かせていただきます。で、ケンっていうと、まあ、海外でも結構一般的な名前らしくて、こういうプリンセス、ケンっていうので、なんかいろいろ通じるみたいなんで、これから僕も王子様キャラで行かせていただきます。僕は1999年の9月30日生まれて、で、僕は今21歳で大学を休学しています。で、こういう YouTube とか、まあブログ、YouTube とかブログとか、まあ英語勉強とかですね、いろいろなことに挑戦しています。で、一番肝心なですね、この動画のタイトルもあるように、次はどこに行くのか、海外のどこに行くのかっていうわけなんですけれども、それはですね、ポーランドになります。そう、なんでっていう気持ちもすごくわかります。一つ目に、僕は今までカナダと韓国って海外行って、次はヨーロッパ行きたいなって思ってたんで、ヨーロッパを探してたんですけれども、そこでいろいろ調べていくうちに、ポーランドの街並みとかすごく、雰囲気いいなって思って、今日も日本人にとってポーランドって全然馴染みのない国じゃないですか。だからそういうところに行って未知の世界に飛び込んでみたかったっていうことです。二つ目に、ポーランドはすごく物価が安いってことです。日本の3分の1の値段でほとんどのものが買えるって聞いたんで、こういう休学生バイトもしないやつには、はい、優しい国だなって思いました。三つ目はもちろん英語を勉強するってことなんで、まあ、英語を使う機会がないといけないわけなんですけども、まあ、そういう点ではですね、ポーランドはヨーロッパの中では比較的英語を使える場面が多いってことで、なんで僕は全然ポーランドは今全然現時点では知らないですし、皆さんも全然知らないと思います。なんで僕はそういうところに飛び込んで新しい文化とかを紹介できればなって思ってます。で、次に今後動画をどうしていくかってことなんですけれども、まあ、僕は9月から海外に行こうと思ってるんで、9月からもちろんそういうポーランドの文化とか紹介したり、観光したり、グルメ紹介したりっていうことになると思うんですけど、それまでは日本でできること、ちょっと日本には当分帰ってこれないんで、やり残したことを一人でも、友達誘ってでも、ギリギリまでやれることをやっていこうかなって思ってます。実行満動画になるかもしれないんですけれども、ちょっとそれでも、見ていただけたら嬉しいなって思います。まあ、せっかく英語を勉強するってことなんで、冒頭もちょっと英語で喋りましたけども、日本人の方だけじゃなくてですね、世界中の人たちにちょっと僕の動画を見てほしいなって思うんで、ちょいちょい英語挟みますけど、Hello World!Hello World!Hello World! 僕の英語の成長とともに、また海外での生存確認とともにですね、見てもらえたら嬉しいなって思います。で、動画がどうなっていくかわからないですけれども、自分らしさを出してですね、そういう僕の体験をシェアできればいいかなと思ってるんで、よかったら応援よろしくお願いします。で、こんな感じにさせてもらいます。